レッドブルは、もし、ダニエル・リカルドが、次の二つのグランプリ、日本と中国でパフォーマンスを向上させなければ、彼の代わりにリアム・ローソンを起用することを検討している。ニュージーランド・ヘラルド紙によれば、ローソンは、現在、シートの公認候補として注目されており、リカルドは、シーズン初頭から、ポイントを獲得できずにいる。オーストラリア GP では Q1 敗退し、角田裕希にも遅れを取っている。リカルドは、 安全な立場を確保するために、昨シーズン後半のパフォーマンスを取り戻す必要がある。一方、ローソンは、昨年のシンガポール GP で9位に入り、リカルドの代役として、印象的な成績を残した。レッドブルの最高幹部ヘルムーとマルコからの最後通告は、リカルドにとって、重要なターニングポイントとなり、レッドブルファミリー内での厳しい決定が続いていることを示している。コメント、ニュージーランド・ヘラルド氏が、 レッドブルは、もし、ダニエル・リカルドが、次の2つのグランプリ、日本と中国でパフォーマンスを向上させなければ、彼の代わりにリアム・ローソンを起用することを検討している。と、伝えています。十分にあり得る話ですが、ホーナーも了承したのですかねホーナーがリカルドを昇格させ、レッドブルにという計画のようですが、もし、次の2戦で結果が出なければ、その計画は、頓挫することになり、 コーナーの計画そのものが失敗になるということでしょう。要は、見る目がなかったということになるのでは。もし本当ならば、今頃、リカルドには葉っぱがかけられているかもしれませんし、また、リカルドを勝たすために、角田選手に、愚かなタイヤ戦術を使ったりしないかと懸念しています。そこまではしないと思いますが。また、この話本当の話なのかなという気持ちも、何分、ローソンの出身地の新聞ですから。